ジャーシー・ジョー・ウォルコットジャーシー・ジョー・ウォルコットは、アメリカ人、プロボクサーで、元世界ヘビー級王者。アメリカ合衆国ニュージャージー州出身。本名は、アーノルド・レーモンド・クリーム。20世紀初頭に活躍したウェルター級王者、バルバドス・ジョー・ウォルコットに憧れ、リングネームとしていた。1930年9月9日、プロデビュー。1947年12月5日、 ジョー・ルイスの持つ世界ヘビー級タイトルに挑戦するが、判定負け。1948年6月25日、ジョー・ルイスの持つ世界ヘビー級タイトルに挑戦するが、11ラウンド小負け。1949年6月22日、空位の NBA ヘビー級タイトルをイザード・チャールズと争うが、判定負け。1951年3月7日、 イサード・チャールズの持つ世界ヘビー級タイトルに挑戦するが判定負け。1951年7月18日、イザード・チャールズに7ラウンドこ勝ちし、世界ヘビー級タイトルを獲得。この試合での骨パンチチャールズの左ストレートをヘッドスリップしての左フックは歴史に残るベストショット。1952年6月5日、イサード・チャールズに判定勝ちし、 初防衛に成功した。1五十二年九月二十三日、ロッキー・マルシアの二十三ラウンド個負けし、タイトルを失う。1五十三年五月十五日、ロッキー・マルシアノの,の持つ世界ヘビー級タイトルに挑戦するが、一ラウンド個負けし、引退。1六十三年、プロレスリングの元世界ヘビー級王者ルーテイズと戦い、逆肩エビがためで、 ギブアップ負け。テイズとは3回戦っている。ありがとうございます。